明日は何？めちゃくちゃびっくり連発でお届け。マジックの天狗と2秒でわかる古い乾電池の見分け方。そして早くもマダイプとマリオ最新作の新モードを紹介した。さらに木曜メンバーの普段は見せないあんな顔やこんな顔を大公開だ。1月21日木曜日、せーの、おさあ、おはとうのみんな、今日も一緒に楽しんでいこう。気をつけて、気をつけて。さあ、ではまずこちらから週刊おはコロコミ。さあ、みんなこちらに注目。いくよ。これ乾電池なんだけど、どっちが古いかみんなはわかるかな？わかんないよ。いや、わかるわけないじゃん。そうだね。わかってないよ。見た目だけでわかんないよね。さあ、でもね、それをね、一瞬でわかる方法ってのがあるんだよ。こちらご覧ください。はい。教えて、マルゲ先生。今日の授業はこちら。アルカリ乾電池の残量を確かめる方法。皆さんも日常生活において突然電池が切れて困った経験ありますよね。そんな時に新品とはっきりと分かる状態で家に保管してあればいいのですが、このようにバラバラに保管してしまっているとどれが新品か分からない時ありますよね。そんな時に残量がある電池を見分ける方法を教えます。それでは実践してみましょう。この2つの電池を落としてどちらが立つのか確かめてみます。このしっかりと立っている方が残量の多い乾電池です。アルカリ乾電池は使っているとマイナス面が膨らむ特性があります。そのため上から落とした時に立たずに倒れてしまいます。皆さん、マジで真面目に絶対に覚えてくださいね。すごい。いや、おはとうのみんなも覚えておいてください。さあ、それじゃあ続いてはみんなが気になることを徹底調査。おはスター、サンサンサン、
怒られて落ち込んでいる友達を笑わす変顔。はい、さあ落ち込んでいる友達を笑わせてください。わかった、スバリお願いします。オッケー。まあまあ元気出せって。あら、いいんじゃないですか。よっしゃー、アニメだ。スバリすごいクオリティ感じたんで違うパターンもう一回見せてもらっていいよ。いいよ、すごく素晴らしかったんで。オッケー、行ってみよう。じゃあスバリお願いします。行けるわ。ああ、元気出せって。あら、いいんじゃないですか。スバリスバリね、さて続いてはナブなんですけどもう一回スバリやってもらっていいですか。シリーズ最新作スーパーマリオ 3D ワールドプラスピューリーワールド。約4ヶ月もの間伏せられていた新モードピューリーワールドの詳細がついに判明。その舞台は大きな湖に島々が浮かぶ猫の国。相棒は難読ポケモンになったパンダ、巨大スクープ、アートモード、本物カードクロス。
ちとレースしている間、お前たちはお子ちゃま遊びでもしてな。じゃあ最後に